はい、どうぞ、こちら、ゆずこです。それでは今回なんですけども、三井住友カード総額5000万円分ビンゴキャンペーン、三井住友カードナンバーレスやナンバーレス、ゴールド、プラチナ、プリファードなどを使っている方は必見です。ということで、今回は三井住友カードですね。この動画では本日発表された三井住友カードのキャンペーンを一つ紹介します。普段から三井住友カードなどをメインカードとして利用されている方ですとか、あと100万修行中の方からすると、エントリーして参加する価値はかなりありだと思いますので、該当される方はぜひ参考にしていただければなと思います。それでは行ってみましょう。ということで、キャンペーンの詳細に入る前にですね、今回発表されたプレスリリース見ていきましょう。三井住友カードビバスケプレゼンツ。三井住友カードのキャラクターですね。総額5000万円分ビンゴでお年玉をゲットせよを開催ということで、それがこちらのキャンペーンとなっております。今回このキャンペーンなんですけども、三井住友カードは、三井住友カードをご利用いただいている皆様に、お得に楽しく年末年始のお買い物をしていただきたいという思いで、総額5000万円分の V ポイントギフトをプレゼントする抽選キャンペーンを実施いたします。年末年始は帰省や旅行、初売りなどお買い物が増える季節です。そんな、ね、年末年始のお買い物シーンをお得に楽しく過ごすためにぜひご参加くださいというキャンペーンですね。今回三井住友カードのキャラクターのビバスケからのコメントも来ております。いやビバスケだよ、今回のキャンペーンは僕が考えたビバスケプレゼンツキャンペーンなのさ。だからビンゴもビンゴじゃなくて V ポイントのビンゴにアレンジしたのだ。今年の年末年始は故郷のカルフォルニアに帰ったり、人参を買ってこたつで食べたり、これでビンゴも2つクリアしてビンゴ達成に向けていい感じビバ。寒くなってきたけど暖かく元気でね、バイバイ。ということでね、キャンペーンの詳細に入っていきましょう。で、今回のこのキャンペーン期間なんですが、動画をアップする2022年の12月23日から来年の1月31日までとなっております。で、キャンペーンの条件なんですが、条件1、2、両方に該当する方が対象となるということで、まずは条件1として、キャンペーンに対象カードでエントリーされた方ということですので、後ほど対象カード紹介するんですけども、とりあえずまずはエントリーが必要となります。こちらのページから参加することもできますね。で、条件2として期間中に対象カードで対象店舗、そして対象のサービスを1回あたり500円以上利用してビンゴカードでビンゴを達成された方というのが条件となります。ビンゴカードもね、後ほど紹介します。で、集計方法としたら、エントリー前のキャンペーン期間中のご利用分も対象ということなんですけども、まあ、できればですね、この動画を見たこのタイミングでね、エントリーすることを僕的にはお勧めします。で、対象カードを複数お持ちの場合、今回ですね、対象カード結構いろいろ種類があるんですけども、そういった場合はいずれか一つのカードでエントリーいただければ、保有されている全ての対象カードのご利用を合算して集計いたしますということですね。そして複数カードでエントリーして条件を達成された場合でも、当選は本回1人につき1回限りということですので、ここもね、事前に覚えておいてください。で、気になるね、ビンゴカードとその対象店舗、対象サービスなんですけども、 B の部分が V になってますね。ビンゴマス目をタップして対象のサービスやお店を確認ということで、まあ、ちょっとこれ部分はちょっと今現時点ではタップできないっぽいんですけども、例えばコンビニ、次旅行、交通、日用品、サブスクでエントリーしただけでまず真ん中が開くみたいですね。で、飲食店、百貨店、ネットショッピング、各家電ということで、まあ、ジャンル的にはこんな感じにはなってるんですけども、細かいその対象のサービスやお店を確認しようということで、ここのページ、コンビニちょっとそこまで買い物というところですね。ここクリックするとこんな風にですね、セブンイレブンとかポプラ、ローソン、こういったところがコンビニのジャンルと。なので、このいった部分でここですね、対象店舗1回500円以上で決済することで、このビンゴに穴が開くのかな、何かしら印がつくと。ちなみにコンビニの場合はここの生活菜花も対象ですと。ですが、場所によっては一部対象とならないところもあるみたいですね。で、ご覧のようにですね、この中にファミリーマートが入ってないんですよね。ちょっとここショックですよね。で、次、旅行、交通、待ちに待った旅行も帰省もということで、今出てるような ANA とか AirDo とか JAL もありますね。で、JR 系もありますね。北海道とか JR 東海とか JR 九州もありますね。で、あとはこの中にピーチとか Yahoo トラベル一休もありますね。他にもこんな感じ、ソラシドヤもありまして、楽天トラベル。まあ、この中にはあれがないですね。じゃらんとかはないので、まあ、そういったところを利用される方はちょっと気をつけないといけないと。なので、この旅行のところで500円以上を決済すると、ここのマスが、まあ、マークがつくと。次に日用品、寒さに備えて買いだめということで、カインズ、ここからファイン、松本清。これは結構クリアしそう、しやすそうですよね。で、サブスクであれば、ダゾーンとか DTV、フール、LINE ミュージック、ユーネクストということで、僕サブスクで
であればね、唯一あの Spotify を使ってるんですけども、残念ながらちょっとねそれが含まれてないので、僕はちょっとこれはちょっと達成できなさそうな感じはありますね。で次飲食店なんですけども、これはまあまあありますと。ガストドトール、エクセルシオールカフェであったりとか、スキヤ、ココス、ハマ寿司、マクドナルドということで、まあご覧のようにですね、こちらはあの三井住友ナンバーレスタッチ決済 5% のね還元対象店舗がまあ入ってるので、まあそういったことを考えると、まあ結構使いやすいというよりかはクリアしやすいのかなと思います。でちょいちょい記載されてるんですけども、商業施設内の店舗など一部対象とならない場合もあるということですので、まあ、この部分も事前に覚えておいた方がいいかなと思います。ちなみにね、この上の店舗に加えてかっぱ寿司も対象ですので、まあ、かっぱ寿司利用されてる方はですね、まあ一応参加することができると。あと百貨店であれば高島や阪急百貨店であったりとか、あとララポートも対象であったりとか、まあそういったところがね対象となってる。でネットショッピングであれば結構少ないんですけども、なんとアマゾンが入ってるんですよね。そしてサトフルということですので、まあこの時期になると結構ふるさと納税される方多くなってくるかと思うんですけども、まあそういったことも対象と。でアマゾン利用される際はこのアマゾンペイ提携サイトでのご利用は対象とならないということですので、まああくまでも三井住友カードを使ってアマゾンで参加する、まあそういった方法でもいいかなと。で賢い方というか、もうすでに勘の鋭い方はもうおそらくね分かってると思うんですけども、アマゾンギフト券500円分ね購入すると、まあそれだけでも結構ね良さそうだなというふうに僕的には思いました。で家具家電のところであれば、僕が知ってるお店だとこのニトリとかですね、あとビッグカメラとか小島ソフマップ、ヤマダ電機、ヨドバシカメラと。で家具家電のジャンルだとね、意外とこんな風な注意点もねしっかりと出ておりますので、利用される際はそこら辺は注意していただければと思います。で対象店舗、そして対象サービスはこんな感じではあるんですけども、次に気になるね対象カードなんですが、どういったカードで参加するとまあビンゴを埋めることができるのかということなんですけども、まず対象カード一覧、以下のビザ、マスターカードブランドのカードが対象ですということですので、これ嬉しいですね。よくねビザのみとかいうことがあったりしてたんですけども、今回ビザマスターカードのブランドが対象ということですので、まあ順に見ていきましょう。上からだとね、最近紹介した三井住友カードのプラチナプリファード、そして三井住友カードのプラチナプリファードのナンバーレスのタブ、まあそういったものでも参加することができると。あとは結構ね修行されてる方が多いと思う三井住友カードゴールドナンバーレスとか、まあこれのビザブランドをマスターブランドも対象なので、僕は現在ね少し休憩には入ってるんですけども、三井住友カードのマスターカードゴールドですね、まあその100万修行中なので、まあ期間中はちょいちょいちょっと使ってもいいかなというふうに今のところ思ってるとこではあります。他にも通常の三井住友カードのナンバーレスのビザマスターカードもいいですし、カードレスタイプもいけますね。他にもこのまま下がっていくと、あ、 ANA のカードも結構いけるっぽいですね。で ANA のカードがあるということであればやっぱり出てきますよね、ビザ、ラインペイ、クレジットカード。結構ね ANA のカードが対象となると、だいたいビザ、ラインペイ、クレジットカードがキャンペーンで対象になることが多いんですけども、ビザ、ラインペイ、クレジットカードとかカードレスのタイプ、そして最近出たね P プラス、ポイントプラスのカードも対象なので、まあ最近発行された方でまあ利用される方、まあそういった方も良さそうですね。あとはこんな感じ、あ、ソラシドエアのカードも対象なので、まあ発行されてる方はねとりあえずこういったので参加することができると。でこういったカードで先ほどの対象店舗、対象サービスで決済する、そして細かい特典の内容なんですけども、1等であれば2万円分の V ポイントギフトが1000人に当たると、2等であれば5000分の V ポイントギフトが2000人、次3等は1000分の V ポイントギフトが5000人、そして4等であれば500円分の V ポイントギフトが3万人ですね。今回のこのキャンペーンはですね、ご覧のように V ポイントではなくて V ポイントギフトとして付与がされるので、もし当たった場合はですね、スマートフォンアプリの V ポイントが必要となります。ちなみにこの V ポイントアプリについては過去こちらの動画で解説をしているので、一体どういったものなのかというふうに気になる方はですね、こちらの動画を見ていただけると嬉しいです。で、今回ですね、このビンゴの達成した列によって抽選券の数がですね、まあ変わるということで、1列達成の場合は抽選券1口付与、2列達成の場合は抽選券20口付与、すべてのマスを埋めた場合は抽選券なんと100口付与ということで、まあこれはね、1人につき1回しか参加することはできないんですけども、わかりやすい例がこんな感じで出てますね。1列達成でとりあえず1口参加できると。で、2列達成で20口。これでかいですよね。で、全末達成で、まあこれはこれでちょっと面白そうですけどね。これができれば100口できるので、これ全部できる方は結構強そうですよね。もちろんその分ね使う金額増えちゃうんですけども、当たる確率はまあ増えるという印象にはなるのかなと思います。でこちらのキャンペーンの特典付与時期なんですけども、プレゼントは3月中を予定しておりますと。 V ポイントギフトは
本キャンペーンに最後にエントリーいただいたカードに紐づく本会員のメールアドレスにメールでお届けされるということですので、まだ登録されてない方はですね、このページから登録ができるということですので、まだされてない方は早速やってみましょう。ちなみにですね、今回のビンゴどんな風に参加しようかなということで僕なりに考えたんですけども、例えばコンビニのジャンルであればもうセブンイレブンがあるので、セブンイレブンでバナナチ軽く500円分使えばね、なんちゃかんちゃクリアできる。で、旅行はちょっと微妙なんですけども、日用品であればね、松清とかココラファインがまあ近くにあるので、まあ、そこでサクッと500円分使う。あと飲食店であればマクドナルドとかもね、利用することはまあまああるので、まあそこであればいけると。で、サブスクはちょっと難しいんですよね。で、百貨店もそんなに使わない。で、ネットショッピングはアマゾンが入ってるんで、やっぱアマゾンギフト券をね、まあ使うだけでいけそうかなと。で、家電量販店に関しては、家具家電はね、場所によってはですね、これツイッターでもちょっと言ったんですけども、なんかビッグカメラとか、なんかどこかそういったお店の中でなんかお菓子とかがあったと思うので、家具家電ね、買う予定が今のところないので、何か少額でね、決済できるものがあれば、まあそこで500円分ぐらいね、決済しようかなと。なので、このラインもおそらく確実にいける。で、あとここもクリアすればこのラインもいけるので、まあそれだけでも良さそうかなっていう感じでね、今とりあえず思いつき言ったので、他にもこういった方法、この使い方であれば結構お得にいけるんじゃないですかみたいないい作戦があればですね、コメントで教えていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。では、お伝えした内容をまとめますと、まずは総額5000万円分のビンゴでお年玉ゲットというキャンペーンが本日の12月23日から開催されまして、1月31日まで開催中でございます。こちらのキャンペーンエントリーが必要となりまして、期間中に対象カードで対象店舗、対象サービスで1回500円以上利用することでビンゴを達成することができます。まあ、達成というか埋めることができるということですね。対象店舗とか対象サービスについては、ローソン、セブンイレブンですとか、楽天トラベル、松本清志、ガスト、アマゾン、こういったところがね、対象店舗や対象サービスとなっております。対象カードは三井住友カードはもちろん、ナンバーレス、ゴールドナンバーレス、ビザ、ラインペイ、クレジットカードもそうですし、プラチナプリファードも対象となっております。で、もし当選した場合については、2023年3月にね、特典が付与されるということですので、まあ、このキャンペーン自体は抽選にはなるんですけども、100万修行中であったりとか、メインカードとして普段からもう使ってるということであれば、とりあえずエントリーして、まあ無理なくね、参加することができるかと思いますので、これについてはですね、ご自身で判断して参加するということでいいかなと思います。まあ、そんなこんなで今回は三井住友カードのビンゴでお年玉ゲットのキャンペーンについて、簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。いいですね、今回のこのキャンペーンビンゴということで、しかもハードルとしたらまあ500円ということですので、まあワンコインぐらいであればね、比較的参加しやすいキャンペーンかなと思いますんで、まあ、ちょっとしたエンタメ感覚でね、参加するぐらいがちょうどいいかなと思います。もう当たれ当たれってめちゃくちゃ祈るよりかは、気軽な感じで参加するぐらいがやっぱり抽選キャンペーンの醍醐味でもあったりするので、当たったらラッキーかなみたいな感じでね、ぜひ、まあ、楽しんでみるのもありですよね。で、先ほどお伝えしたように、今回のこのビンゴね、こういった感じで参加するといいのかなとか、この方法であればお得に参加することができますよといういい方法があればですね、またコメント欄で教えてください。動画内でお伝えしたキャンペーンリンクについては概要欄に貼っておきますんで、エントリー忘れず参加していただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。